明らかに他と違うな。手ごわそうだが、やるしかない。傷を負ったら言いなさい。死の力だって呼び、価値が悪いわ。大ぶりな虫なんて。こんなところで。このいじめは好かんのだが、罪深き者に仕立てよ。受け取れ。やれ、はい、当たれ。よっ、上げろ。気合入った。こいつらが丸々と厄介。受け取れ。俺にも月が回ってきた。ほほ、でも来た。はい、昇竜と緑の刹那。昇竜と一人で突破するな。上げろ。いてきて、打ち込め。はぁ、あいつそれだ。どうだ、あ、不満だ。終わりだ。行けば緑の刹那。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。はい、行けば行くぞ。どけだ、不満だ。あいつそれだ。あっけねえもんだ。何かしら。珍しい鳥だ。フクロウ、古代ダナを象徴する鳥ね。容赦しないわよ。緑の刹那。はい、打ち込む。どこだ、打ち込む。あいつこれだ。昇竜と、まだいけるな。愚問ね。よし、なら縁も任せた。片付いたのね。行きましょう。ああ、問題ない。
着いたぞ。ウルベゼクだ。レナの装甲兵の姿が見当たらないな。俺たちに比べてレナ人は頭数が少ないからな。こういう寝起きするだけの場所は巡回はしても常駐はしない。ここに次の隠れ家があるんだな。そういうことだ。お膝元に俺たちがいると知ったら連中も驚くだろうよ。他に誰もたどり着いてないなんてことになってなければいいけど。ジルファ、奇遇だったようだな。行くぞ。なんでこんなところに。ジルファ！なあ、言ったろ？ジルファがくたばるわけないって。はいはい。それでこれからどうするの。切り札が手に入った。敵は混乱している。この機に乗じて一気に頭を取る。そう、いよいよビエゾに挑むってわけね。そうだ、失敗はできん。ここ一番乗るかそるかだ。上等じゃねえか。みんなこの日が来るのをずっと待ってたんだ。俺は作戦を詰める。その間は、そうだな、二人ともその格好を何とかしておけ。あなたの体格ならちょうどいいのがあるわ。ちょっと待ってて。ほら、ぴったり。悪いんだけど、レナ人の服は置いてないの。ダナの服でよければ提供できるけど、その気はなさそうね。そんなこだわることなのか。何か勘違いしてるようだけど、私がここにいるのは利害が一致したからよ。レナ人であることをやめた覚えはないわ。まあまあ。そうだ、ネアズにも聞いてみたら。彼、私たちの中じゃ一番の情報通だし、もしかしたら当てがあるかもしれないわよ。ネアズ、相談が。ああ、くそ、まるで一人が足りな。
って、なんだ、相談？それ急ぐのか？いや、そこまでじゃないが。だったら先にこっちを助けてくれないか。やることが山積みなんだ。何をすればいいんだ？何でもだ。誰も奴隷のことなんざ気にかけちゃくれないからな。俺たちのことは俺たちで面倒見なきゃならんのさ。詳しいことはあそこにいる奴に直接聞いてくれ。頼んだぜ。何か視線を感じるわ。誰かが助けを求めているんじゃないか。あまり目立つなよ。あんたは今ここで唯一のレナ人なんだからな。奴隷が寝起きするだけの場所という割には集落の手をなしているのね。ま、ああ、確かに装甲兵だらけのモスガルとは違うが、もっと悲惨なのを想像していたのか。スルド・ビエゾはあなたたちには何もできないと思っている。何？いくら手が足りないと言っても脅威を感じていたらこんな風に好きにさせておいたりはしないはずよ。お前、いや、そうかもしれない。紅のカラス以外のダナ人は皆レナに支配されているのが当たり前だと思ってる。生まれた時、いや、生まれる前からそうなんだ。自分たちと何の関係もないレナの王を選ぶためなのに。不満があるなら戦えばいいわ。それをしないのならそれは受け入れたということよ。自分は違うって言いたげだな。レナ人っていうのはみんなそんな風に考えるのか。確かに私たちレナにとって力があるかどうかは重要ね。でもそれとこれとは別よ。私には目的がある。そのためならどんなことだって利用する。ダナ人だろうと炎の剣だろうと、それだけよ。わかった。紅のカラスがこんなに活動してたなんて知らなかった。随分と嬉しそうね。そりゃそうさ。黙ってるやつばかりじゃないって分かったんだ。
片付けましょう。総兵の襲撃を受けたんだわ。あんた、デッカメか。ああ、ダイロンの使いできた。しっかりしろ。よかった、そこの茂みに。しっかりしろ。シオ、ジオ。もう死んでるわ。虫けらのようにこんな命すらいいように奪われて、そこの茂みと言ったわね。これは鍋？なんでこんなものが。せめて何か一つだけでも回収されまいとしたんだ。自分は助からないのに、誰かが来ると信じて隠し通したのか。物一つ守るために命を落とすのは愚かだと思うか。信じる者のための命がけの行動、それを愚弄する気はないわ。でもそれがどんな意味を持つかは受け取ったもの次第。無駄になんかさせない。レナ兵だって出し抜くことができる。これはその証なんだ。あんたの意志は必ず届け。なら行きましょう。いつまた装甲兵たちが戻ってくるかもわからないわ。これがレナと戦うってことか。怖くなったの？ああ怖いさ。けど、奴隷として死ぬくらいなら俺は戦う。
かり休んで明日に備えよう。至るところズーグルだらけでうんざりするわね。元はといえばあんたたちが連れてきたんじゃないか。わざわざレナから。ただのレナの生き物ではないわ。みんな目的に応じて何かしら調整された存在だから。それにダナの生き物を元に作られたズーグルだっているそうよ。ダナの人間だけでなく他の生き物にまで手を出しているのか。怒るのは勝手だけど私たちには目的があったはずよ。協力するの？しないの？するさ。すればいいんだろう。十分休めたな。進もう。さあ行くぞ。終わりよ。昇竜族くらえ。バグナレイ。そこ終わりよ。ヤマテロール行くわよ。バグナレイ終わりよ。バグナレイコミュートもらった。そこさらに打ち込む。行くわよ。さらに傷を治すわ。ヤマテロールファーストエイド。この調子で行こう。
破するぞ。行くわよ。終わりだ。タクティス、行け。総発射。直すわ。ファーストエイド、治癒の術よ。どういうこと。ラグナレイ。見える。終わりよ。そこ。そこだ。さらに撃ち込め。そこ。これは価値があると思うわ。さあ行くぞ。見えた。マグナレイ。囲まれたか。マグナレイ行くわよ。さらに撃ち込む。撃つ。当てる。終わりだ。見えた。もらった。どういうこと。行くわよ。まだよ。マグナレイ。そこ。治癒の術よ。そこ。やっと。終わりだ。マグナレイ。さらに撃ち込む。行くわよ。さらに撃ち込む。次は誰が相手。総発入れ。行くわよ。総発入れ。ファースト。怪我はなかった。
線を感じるわ。誰かが助けを求めている。戻ったか。大変だったらしいな。悔しいが、俺たちの中でレナの装甲兵とまともにやり合えるやつは多くない。俺たちにできるのは犠牲になったやつを忘れないことくらいだ。ああ、決して忘れない。それでいい。で、何か俺に頼み事があったんだろう。ああ、実は。何かと思えばレナ人の装備を手に入れられそうな場所と来たが、当たり前だが、どこも光目どもの警備が厳しくて迂闊に近寄れない場所ばかり。待てよ、ウルベゼクの外の荒野の先にファガン遺跡ってレナの城跡みたいなのがある。どうやっても中に入れないんで忘れかけてたが、レナ人のあんたがいるならひょっとしたらひょっとするかもな。まあ俺ならそんな手間をかけるよりおとなしくダナの服を着ておくがね。遺跡ね、行くわよ。本当に行くのか。行くのよ。どうなんだ。なあ、シオンの武器はどこから来るんだ。どこからってどういう意味。戦いになるとどこからともなく現れるじゃないか。ただの転送技術よ。普段は虚空に沈めてあって必要な時に呼び出すの。わかった。わからないけど、すごいな。え、だっておかげで重い武器を持ち運ばなくていいし、敵に奪われる心配もないんだろう。すごい発明じゃないか。あなたダナでしょ。敵の技術を褒めるの。変か。技術は技術だろ。敵も味方もない。それはそうだけど。
なさそうな相手だな。もらった。やばい。罪深き者に裁きを。そこだ。終わりだ。レイ。あげろ。見えた。まだよ。火の精霊術よ。バーンストライク。当てる。敵を寄せつけないな。これが私。見てろよ。何かに使えそうだな。のために俺はここにもズーグルの群れか。ちょっと、あ、待って。
あなたの剣と力なら最強のズービルを叩き捨てられるでしょ。やるだけやってみるさ。試練滅天章、俺に任せてくれ。火の精霊、やばせろ。飛んでいるやつか。私の番ね。撃ち落としてあげるわ。私なら落とせるわ。行くわよ、外さないわ。こいつは俺が。火の精霊術よ、バーンストライク。見えて、待てる。火の私に任せて。バーンストライク。当てる。よし、いい感じだ。まったく見通しが悪い。さあ行くぞ。走破せ。うっ、もらった。いくらでも相手になってやる。行くわよ、こっちは終わりよ。キエンジン、ゼアルス、そこだ。メイ、そこ、終わりよ。やっと、やっと。この調子で行きましょう。あれがファガン遺跡か。なんで遺跡になってる。さあ、私だってあの遺跡は存在自体知らなかったし、それに肝心なのはあそこで服が見つかるかどうか。なんでそこまで服にこだわるんだ。いつまでここにいるつもり。いや、この先に備えてだな。られないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。よし、いい感じだ。行くぞ。標的は私にとって火の精霊術よ、バーンストライク。行け。君は死ねたらお似合いよ。やめよ、流星術。さらに撃ち込む。空を飛ぶやつか。私なら落とせる。分かった。何かに使えそうだな。なさそうな相手だな。
やらせない。来るなら来い。罪深き者に裁く。終わりだ。レイ流星陣、状況が逆転したら敵はわずか。押し切るわよ。ああ、もう一踏ん張りだ。火の精霊術よ、バーンストライク。どこだ。どこだ。もらった。見えた。終わりよ。流星陣、そこ終わりよ。火の精霊術よ、バーンストライク。なんとかなったな。やるしかない。そこ、火の精霊術よ、バーンストライク。総発イレン、見えた。もらった。総発イレン、火の精霊術よ、バーンストライク。ドン、もらった。やっと、あたれ、見えた。さらに、これぐらいの相手なら問題ないな。容赦しないわよ。見えた。やらせない。もう一発、罪深き者に裁きを。レイ総発イレン、次は誰が相手。やった。そこ、そこな。なぎ払う。そこ、終わりよ。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。火の精霊術よ、バーンストライク。異常な奥の的に試してみましょう。投げ払う。傷を治すよ。投げ払う。総発イレン、レイ。さすがだな、ジオン。あなたの、ああ、努力する。この調子でいきましょう。
やれるぞ。さらに打ち込む。総発エール。やらせない。行くわよ。終わりよ。緑の刹那。打つ。もう一発。凍てつく嵐。食らえ。流星に。凍てつく嵐。下げろ。アイスです。行くわよ。さらに自由の術を。助かる。さあ進むわよ。さっさと片付けましょう。当てる。いてつく嵐。下げろ。アイストルネード。行くわよ。もう一発。私に任せて。緑の刹那。どういうこと。よし、当てる。今のうちに仕留める。やっと。緑の刹那。当たれ。この調子でいきましょう。ガン遺跡というのはあれかしら。あの下まであと少し。そういえばしばらく食べてなかったな。気にしないでくれ。腹すかせたまま働くのは慣れてる。いいこと。食べられる時に食べなさい。いざという時に役に立たないでは困るわ。まさかレナ人に食べることの大事さを説教されるとは思わなかったよ。レナだって食べ物が手に入らないことくらいあるわ。それってどういう。
どうするの？食べるの？食べないの？食べるものがあるならとっくに食べてる。私は少しばかり手持ちがあるわ。持ってたのかよ。だけど二人分には心もとないな。だから作るのよ、料理を。料理？まともにしたことないぞ。私だって似たようなものよ。でもこれでできるものを作るしかないわ。なんだ、ジロジロ見て。その服、機能に寄りすぎてて、もう少し見栄えが欲しいわね。見栄え？それが何の役に立つんだ。そうだったわね。青の差し色はいいと思うんだけど。そういうものか。できたわ、食べなさい。本当にその仮面越しに食べるのね。器用なもんだわ。ん？ああ、まあ慣れたもんさ。けどお金さんでちゃんと腹も膨れた。材料そのまま食べるより傘が増えた気もするし、料理するってのもバカにしたもんじゃないな。これで味も良ければ言うことなしだ。まずくて悪かったわね。あ、いや、そういう意味じゃないんだ。ただその作ってくれたのに悪かった。だいたいあなた痛みは感じないのに味はわかるの？一応人並みにな。人に言わせると少々変わってるらしいが。変わってる？好みの話？前に俺がうまいと言った木の実を辛くて食えたもんじゃないって言われたんだ。痛みがない分刺激に飢えてるんじゃないかって毒が言ってたっけな。食事はなるべく私が作った方が良さそうね。お口には合わないでしょうけど。だから悪かったって。分かったよ、俺もちゃんと普通の味を目指すから、それで勘弁してくれ。
よし、行こうか。野宿は嫌なの？ここね、ずいぶん古いけど確かにレナの構造物だわ。傷がたくさんある。開けようとしてダメだったのは本当らしいな。レナの構造物でも重要なものは特別な素材で作られる。ダナの技術では破壊することなどできないでしょうね。じゃあどうやって？わかった？向こうが透けて見えるのに通れない。イライラするな。防護隔壁、通りたければ解除装置を探すので、曲がりなりにも満腹になるほど食べたなんていつ以来かな。あなたたちは十分な食事は与えられていないの？決められた時間に決められた量、十分だった試しなんてない。みんなレナの目を盗んで栽培したりなんだりしてどうにかしのいでいるんだ。今にして思えばあまり元気になりすぎて反抗する気を起こさせないためだったのかもな。そうね、空腹は体も心も萎えさせるから。レナなのに知っているのか？私は同胞に追われる身よ。黙ってても食事が出てきたりはしないわ。今のは何も聞こえなかったわ。いや、でも食べたばかりなのに。何も聞こえなかった。俺もまだ手つかずのがあるが食べるか？いただくわ。どうやらここは補給基地の類だったみたいね。あるいは300年前の大震工事まで遡るのかも。放棄されたっていう割にいろいろ救ってるな。どこから入り込んだんだ一体？さあ、亀裂でもあるのか、この中だけで繁殖できる環境があるのか。とにかく気を抜かない方がいいわ。ああ、こんなところで足止めを食らうわけにはいかないからな。さっさと片付けましょう。おはよう。行けるわ。は俺が行けつく嵐。投げたい。トルネード。どういうと、やっと、ここ行け。よし、いいい感じだ。突破すると行くわよ。外さないわ。当てる。死にない奴は当てる。そこ、緑の刹那、当てる。水の力で勝つ。
よし、いい感じだ。箱なのか。レナのもの。中身はありがたくいただきましょう。歩き回ってる気がするんだが、まだ探すのか。もう疲れたの。いや、そういうわけじゃないが。まだ隅々まで調べてない。ほら、行くわよ。服を諦める気はないんだな。があると思うわ。やるしかない。やらせない。さらに打ち込む。緑のカッコ終わりよ。激しく緑のシャッター。力の差も測れなかったね。終わりよ。
後になるのはごめんだわ。次は誰が相手？水の力で。なんとかなったな。私たちにとっては当たり前のことよ。ここは前の主の衣装部屋のようね。大したもんだな。いつからここにあるのか。少し昔の衣装だけど、これにするわ。たかが服を着替えるくらいで何をそんな時間。何？いや、その、なんでもない。いい加減、ジルファたちが待ちくたびれてる頃だ。そろそろ戻ろう。ここは補給基地だとかって言ったよな。けどネアズは城跡だと言っていた。本当のところはどうなんだ。さあさあって。私が知るわけないでしょ。レナのことなら何でも知ってるとでも思ってるの？そうは言わないが。300年前、レナから持ち込まれた資材の多くがそのままいろんな用途に転用されたとは聞くわ。
だからここは補給基地だったかもしれないし、同時にスルドの城だったこともあったかもしれない。いつからスルドの城が今の場所に移ったのかは知らない。これで満足？ああありがとう、教えてくれて。別に大したことは言ってないわ。ほらさっさと行くわよ。戻るか、ウルベゼク。そうね、パッと行きましょう。パッとね。見覚えのある景色は安心するな。これで。え？ありがとう。寄り道して悪かったな。新しい料理を知ることができたし、それでよしとする。次の野営で早速作ってみましょう。そんなに気になってたのか。くそ。決まってる、モスガルだ。行ったところで。うるさい。
なさい。任せてくれ。やらせない。緑の勝つな。うっ、もう一発だよ。うっ、どう、終わりよ。水の力で外さないわ。片付いたのね。行きましょう。ああ、問題ない。さあ、行くぞ。わかりません。めっちゃ強いぞ。緑のカッパー、ああ、治癒の術。本当にしつこいやつ。治癒の術よ。総発射の力で緑のカッパーもらった。行くわよ。水の力で。やらせない。もう自由の力。ファーストエイド。よらけだ。緑のカッパー、そこ誰に打ち込め。うっ、どう、終わりよ。立つ。緑のカッパー、行くわよ。力がみなぎってくる。いつまで駐屯地の装甲兵モスガルに派遣されているんだ。どうか、ここから問題なさそうな。もらった。行くわよ。緑のカッパー、そこ、行け。行けるぞ。うっ、まだよ。どこだ。上出来ね。海に通じているの。上と違って水が綺麗だ。魚が泳いでるのが見える。ええ、美味しそうだ。なんでもない。
うっ、まだよ、行くわよ、水の力で。やっと緑のセット、見えた、もらった、リエンジン、そこ片付いたわね、行きましょう。ああ、問題ない。他のみんなは、奴らはまだいるのか。落ち着け、鉄仮面。もう大丈夫だ。多くは逃げ延びたはずだし、わしらも生きとる。抵抗組織が現れた後にしては幸運な方じゃ。幸運って、このありさまがか。これもまたダナの奴隷の宿命よ。歯向かえば命はない。おとなしく従っておれば生き残れるかもしれん。命あっての物種だ。だから時節を待てって言うのか。生き残る代わりに誰かを見殺しにする、そういうことじゃないのか、ドク。みんなの育成を賭けに差し出した上に、人を犠牲にして生き残ったところで、結局待つだけなら何になる。抗ったら何が起きると思っとる。抗った当人が死ぬだけなら本望であろう。だがな、その責めはその一人の死ではすっとの結果がお前の目の前に広がっとる惨状だ。耐えて待つことに意味はないか、鉄仮面。それは止めたいはずの死を広げる、それは愚かだろうさ。でも待つことになれ、いつか抗おうとする心さえ失う、そんな自分になってしまうことの方が怖い。
俺はもう出会ってしまったから、支配に抗おうと命を懸けて生きる人、たとえ命が尽きようと次に託そうと戦う人たちに、同じ命を懸けるなら彼らのようにありたいんだ。それでお前は剣を取ったのか。ああ、しかもただの剣じゃない、俺にしか使えない、でも一人では使えない強すぎる力、きっと過去に戦った人たちにはなかったものだ。だからこの剣に俺の全てをかけてみようと思う。みんなを巻き込むことになるかも。そうか、ならわしの言ったことは忘れろ。お前には時節が来たということだ。実際にお前の剣はレナを退け、わしらはまだ生きとる。この繋いだ命、お前にかけてみるとしようかの。トク、今口にしたことを忘れるなよ。ああ、行ってくる。あんな大きくなりよっていい出会いがあったか。あやつならもしかすると。戻ってきたか。みんな待っている。早く入れ。何も聞かないのか。お前の様子を見ればわかるさ。そうか、ジルファ、一つ聞かせてくれ。もし炎の剣がなかったとしても俺を誘ったか。誘うな。それはなぜだ。俺たちみたいにレナに抗おうなんてバカは多くない。そんな心根を持った和光堂を見つけたら逃すわけないだろ。それに今はもういなくなっちまった奴にお前はどこか似ていてな。そいつにしてやれなかったことをお前にすることで俺自身償っているのかもな。嫌なら言えよ。嫌なんてことはないさ。おかげで俺はここにいるんだ。そうか、さあ中に入れ。あ、うん。どうした。わかった。さあ、目的地に着いたわよ。
なあ。おお。ありがとう。よしよし。あなた、そういうのに興味あるの？ああ、考え抜かれた構造や工夫に驚き。話だ。見てくれよ、この持ち手部分の溝を。いや、見せられても困るわ。腹はちゃんと満たせるはずよ。時が来た。狙うはこの国の鋭ビエゾの首、それのみだ。腐ってもレナの鋭だ。正面からでは全力で挑んでもビエゾの元にたどり着くどころか城の門さえ突破できないだろう。だが俺たちは切り札を得た。この切り札を我々は確実にビエゾの喉元に届かせなければならん。そこで全戦力をいくつかの部隊に分ける。全力で挑んでも勝ち目ないって言ったそばからカッコ撃破されてしまうぞ。これは全部おとりだ。切り札を送り込むためのな。おとり部隊は城のあちこちで暴れて敵の注意を引きつけるのが役目だ。だが本物に見せかける必要がある。俺もおとりに加わる。ジルファも？けどそれじゃあビエゾには。鉄仮面、お前には誰の助けもなくシオンとただ二人あのビエゾの元にたどり着いて炎の剣を叩き込んでもらわなきゃならん。おい、まさか二人だけで送り込む気か。一人はレナだぞ。これは誰にとっても分の悪い賭けだ。分けても
全てを託すことになるお前たち2人の危険が一番大きい。だからこそ今一度問うておきたい。今なら拒むこともできる。拒めばどうなる？どうもならん。この話がなしになるだけだ。そして俺は奴隷に戻る。お前がそれを望むならな。望まない。ならどうする？お前はどうしたい？俺は戦いたい。何のためにだ？何のためにお前は戦う？俺たちダナが俺たちを虐げる奴らの言いなりにならないため、奴らの都合で死なないためだ。奴隷じゃなくなるため、生きるため、自由に生きるためだ。よく言った。今こそ俺たちの望みをお前に託そう。お前が諦めない限り、きっと壁は壊せるだろう。お前はどうだ？私の腹はとっくに決まっているわ。早く始めたら。ここを出てすぐ右手に門がある。まずはその先の昇降機を登れ。道々に仲間を待機させておく。迷うことがあれば彼らの支援を受けろ。他に質問はないな。よし。願わくはこの戦いが300年続いたレナ支配終焉の行使とならんことを。作戦開始。まだ信じられない気分だ。本当にレナのスルドに挑む日が来るなんて。ずいぶん浮かれてるのね。これから命がけの戦いだというのに。そりゃもちろん不安はあるさ。だけど俺たちダナがやっと掴んだ望みだからな。そういうシオンは不安はないのか？私はそんなものを感じてる暇はないの。これは最初の一歩でしかないんだから。5人のスルド全員を倒すか。壮大すぎて実感湧かないな。でもやるのよ。分かってるさ。そういう約束だしな。本当に分かってるといいんだけど、負けたら死ぬより辛いことになるかもしれないのよ。そうかもしれないが、どうせなら負けた時の心配より負けないためにどうするかを考える方が良くないか？それはそうだけど。やる以上は勝つために全力でやる。そこは信じてくれ。意外といるもんだな。リエザの城はこの先の上層ね。よし、昇降機とやらへ向かおう。なさそうな相手だな。見てつくあれ。マジ。総発。エルストルネード。ラジコさ。出せる。もう一発。もう一発。力の差も測れなかったのね。
正面から敵を引きつけているはずだ。回り込んで潜入しましょう。くれないのカラスのジルファ、うっとい。ジルファ大丈夫かな。他人の心配をしている場合、私たちにはやることがあるはず。ここにも来るのか。意外といるもんだな。倒すことに集中なさい。俺たちも急ごう。待って。どうした？炎の剣を預ける。いいのか？ええ、この先は何があるかわからない。いざ必要になった時に間に合わないなんて事態は避けるべきよ。マスターコアから精霊力を送るのを止めただけ。剣は預けるけど、力を発揮するには私が必要。忘れないことに。
マグナレイ、近かったか。慣れてないの、誰かにそばに立たれるのが。イバラのせいか。意外と優しいんだな。はあ？違うのか、イバラで人を傷つけないよって。分かったようなことを言わないで。何も知らないくせに。何も知らないって、それはそうだけど、そんな言い方しなくたっていいだろ。それが無神経だって言うのよ。な、悪かった。ただいろいろ大変なんだなって。俺はその痛みがわからないから。悪みがなかったのは分かったわ。上の階に鋭の間がある。ビエゾはおそらくそこよ。突破するぞ。燃えろ。水の力で崩れるやつはもう一発。壁を切れ。燃やすぞ。いてつくあらず。いてつくあらず。これで終わりだ。上出来ね。ねえ、なんだ。思うことがあるならはっきり言ってもらいたいわ。え？内心で笑われるのは不愉快よ。特にあなたは表情がわからないし。笑う？何の話をしてるんだ一体。服の話よ。
加賀遺跡で見るなり何か言いたげだったじゃない。あれは何。なんでもない。失礼な七人ね。失礼って勝手に勘ぐっておいて、その言い草はないだろう。だったら何を考えていたのか言いなさい。別にけなすようなことは考えてない。信用できないわ。だったら俺が何を言ったって同じじゃないか。兵士が残っているな。それでも少ない方よ。陽動がうまくいく容赦しないわよ。試練滅天使功アイストルネード。外さないわ。ここまだよ。終わりだ。片付いたのね。行きましょう。ああ問題ない。おじけづいたの？違う。炎の剣のことを考えていたんだ。あれを握ると妙に胸がざわつく。レナのマスターコアから生まれた剣に頼るのが不満？そういうんじゃないんだ。ただなんだろう、あの剣は強すぎる気がする。何を気にしているのか知らないけど、そのおかげで鋭に挑めることを忘れないでほしいわね。言われなくてもそれくらい分かってる。だといいけど。とはいえ長く使えばそれだけ自分も焼かれる。治癒術が間に合わなければ危険なことになる。諸刃の剣には違いないわ。痛みを感じないからって気をつけなさい。心配してくれてるのか。いいこと。あなたには全ての鋭を倒す役目がある。こんなところで倒れられては困るの。それだけよ。火の精霊力を集めてるだけあって、火突破するぞ。まだ走る。マジか。緑の刹那見えた。見えた。挑発もらった。そこ罪深き、罪深き者に裁きを。緑の刹那、撃て。
し者に裁きを。レイキュー。当然の結果よ。突破するぞ。終わりよ。緑のシャツだ。もらった。もう一発。次は誰が相手。もらった。力の差も測れなかったね。調子で行きましょう。
れが修霊剣。ダナの精霊力を集める装置。俺たちから奪った精霊力か。くそ。さあ行くぞ。そこ終わりよ。炎よ巻き込め。そこさらに打ち込む。やばせろ。二枚残すな。力の差も測れなかったのね。さあ行くぞ。炎よ、もらった。下げろ。炎よ、そこ終わりよ。炎よ、緑の刹那立てる。炎よ、そこ、そこ、もう一発。緑の刹那、炎よ、撃つ、当てる。炎よ、勝つ、だよ、撃つ、まだよ、終わりよ。やらせない。そこ、もらった。そのはあ、勝てたか。かしこも岩と火ばかりで外と大して変わらないんだな。レナの城というから、なんていうか、もっとこう洗練されてるかと思ってたのに。皮肉のつもり？レナがみんなこんなのだとは思わないでもらいたいわね。じゃあなんでなんだ。大方あの男、ビエゾの趣味とかそんなところでしょうね。粗暴で品性のかけらもない。おまけに自分のことを本名でなくあだ名で呼ばせるような男よ。あの男の下に付かされた者たちには同情するわ。そうか。何？いや、
俺たちを虐げる連中のことだ。全員そんなものなんだろうと思い込んでいた。でも言われてみればシオンのようなレナもいるし、一口にレナと言ってもいろいろいるんだなって。私をどんなレナだと思ってるのか知らないけど、慣れ合うつもりはないわ。分かってる。俺だって別に友達になろうって言ってるわけじゃないさ。戦いの最中に時々シオンが放り投げてるのは何なんだ。何って、爆弾よ。爆弾って岩を吹っ飛ばしたりするときに使うあれか。けど火じゃないものも飛び出したりしてなかったか。もちろんただの爆弾じゃないわ。精霊力が充填された特別性よ。じゃあ自分で投げた爆弾を銃で撃ったりもするのは。あれは工夫。別の精霊力を込めた弾で効果を変えてるの。いつ爆発するか、どんな効果なのか、相手は予測しにくくなるから。強力な爆弾を使う上に強力な治癒術も使う。考えてみると正反対の組み合わせだな。安心しなさい。万が一爆発に巻き込まれても生きている限りは精霊術で治してあげるから、うん、せいぜい死なないように気をつけるよ。明らかに他と違うな。容赦しないわよ。ユドリの盾だ。叩き潰す。炎よ、巻き込め。見えた。どういうこと。炎よ、巻き込め。さまつ装填中。どう。炎よ、巻き込め。炎よ、もう一発。何払う。どういうこと。炎よ、やれるわ。試練滅天照。外さないわ。崩れた。ここで決めてやる。終わりよ。魔神剣装填中。緑の刹那。当てる。緑の刹那。当てよ。無駄よ。流星陣甘いわね。炎よ、やめろ。巻き込め。倒れろ。そこ終わりよ。炎よ、巻き込め。どういうこと。さまじれよ。流星陣見えた。さらに炎よ、とどめだ。焼き付く。これで終わりだ。くらえ。流星陣炎よ、巻き込め。行くわよ。炎よ、巻き込め。行けるわ。炎よ、どういうこと。まだよ。あの動き、大技が来るぞ。行くわよ。叩き潰す。どう、終わりよ。行くわ。倒れきれば。傷を治すわ。ファーストエイド。治癒の術よ。ファーストエイド。傷を治すわ。払う。ファーストエイド。無駄よ。防げるとでも。傷を治すわ。払う。ファーストエイド。炎よ、巻き込め。よし、さらに今のうちに仕留める。撃つ。まだ炎よ、魔王エビか。炎よ、魔神剣。そこ、さらに撃ち込む。さあ行くわよ。さらに撃ち込む。これでいける。緑の刹那。さらに撃ち込む。炎よ、巻き込め。
くわよ。終わりよ。見えた。さらに撃つ。仲間かの国ちょっとは認めたか。別に認めてないわけじゃない。よそこ。さらに撃つ。マジング緑の刹那。私なら落とせるわ。巻き込め。体勢が崩れたぞ。はっさないわ。行くわよ。終わりよ。どういうと緑の刹那。焼き尽く。これで終わりだ。腕が上がったから。そうでないと困るわ。ああ答えてみせるさ。やるしかない。行くわよ。こいつでどうだ。どうもらった。炎よ巻き込め。撃つ。行くわよ。こっちは終わりよ。撃つ。当てる。片付いたので行きましょう。ああ問題ない。あの昇降機容赦しないわよ。そこ来た。はい見ろ。そこ打球せ。炎よ巻き込め。もう一発もらった。炎よ先進剣マッパ紛れよ。いいでなさい。もう一発終わりよ。行くわよ。さらに撃ち込む。炎よ巻き込め。まだ炎よ巻き込まれよ。緑の刹那。さあ行くわよ緑の刹那。勝てたか。他と作りが違うな。この先にビエゾがいるはずよ。道理で。よし行くぞ。いよいよスルドビエゾと対決か。そのビエゾだけど、あなたはあの男についてどこまで知っているの？どこまでって、カラグリアを支配するスルドじゃないのか。いいこと。相手はビエゾ・エルウォルゼ・テルディリス。腐っても全てのレナの頂点に立つ5人の1人なのよ。たとえマスターコアがなくても恐るべき相手に変わりはないわ。私はあの男が気晴らしに何匹ものズーグルをほふるのを見たことがある。その巨体から繰り出す一撃は素手であっても危険。まして武器を持った時は致命的よ。攻撃は必ず避けろってことか。ええ、決してまともに打ち合おうとしてはダメ。避けて隙を狙う。それを忘れないで。俺たちの協力が試されることになりそうだな。ヘマをしないことを祈っているわ。ビエゾか。フン、他のネズミどもの騒ぎに乗じて
2匹ここまで入り込んできよったか。ひまいましい。だが我がマスターコアを届けに来た心根は褒めてやる。本気でお前に返すとでも？まさかよ。だがそんなことはどうでもいいのだ。どちらにせよ貴様らはここで死ぬのだからな。浅知恵を後悔せい。死ねえ。ルスッドがスルトの真似事か。笑わせるわ。そんなもの興味はない。お前を通してダナを解放する。おざくな。顔もないドレフゼーが撃つ。まだよ。ドレフゼーが炎よ。これでいける。巻き込め。開ける。炎よ。まっ、おらおら、無駄よ。今行け。緑のタッチいうの必要。ファーストイン。無効なプレイ。倒れろ。装填中。もう一発。傷を治すわ。ファーストエイド。治癒の必要。ファーストエイド。なんて威力だ。でも空中では血だらけよ。奴が飛んだら撃ち落とすわ。わかった。頼む。見てなさい。行け。治癒の必要。これでいける。シオン今だ。させない。うわあ。やったぞ。リエゾ覚悟なさい。炎よ巻き込め。当てる。炎よ巻き込め。ドリュート食らえ。下げろ。見てなさい。行け。触らなんぞに。治癒の必要。ファーストエイド。蒸発しろ。そこさらに炎よ巻き込め。リエゾ下げろ。撃つ。当てる。おら無駄よ。今炎よ真っ赤まぎれよ。見てない。やっと奴隷ごとに。よし傷を治すわ。ファーストエイド治癒の必要。ファーストエイド行くわよ。さらに打ち込む。力をくれる。これで終わりだ。奴隷から逃げるのか。いい気になるな。ここなら存分に暴れられる。次は仮面で済むと思うな。黙りなさい。集めた。
俺が手にするはずの。よくも許さんぞ貴様ら。なんということをしてくれた奴隷が。修礼機もマスター獣の攻撃を避けて。ファーストエイド。行くわよ。さらに炎よ。行くよ。甘いわね。行け。炎よ。巻き込め。火の精霊よ。バーンストライク。当てる。見えた。火の精霊よ。バーンストライク。さらに炎よ。もらった。ヤマタノオロク。うっ、もう火の精霊ですよ。どういうことだ。バーンストライク。これで。あの化け物仕掛けてくるぞ。炎よ、マッコメ。魔王エミカ。総発。バーンストライク。もう一発。炎よ、バジンテ。覚悟するんだな。見えた。何をするか。危機に止めない。うっ、どう。これは俺が。炎よ、巻き込め。バーンストライク。さらにストライク。マジンテ。火の精霊ですよ。バーンストライク。やばな。お前を倒す。これで終わりだ。同じレナの貴様がそうまでして同胞に牙を剥く。力ある者が上に立つのがレナの流儀だが、ダナと組む貴様のそれは裏切りだ。なぜだ、なぜ同胞に仇をなす裏切り者は。いやこの精霊力の化け物、どうしたら。精霊力だ。もしかしたら。Thank you.
壁は壊せるんだ。鉄仮面、あなた顔が違う。思い出したんだ、名前。炎が見える。俺はアルフェン殿。なぜ怒りに任せて敵を倒した。だがこの怒りはどこから。それに裏側にぴったりと張り付くようなためらい。俺を呼ぶ悲しげな声。俺は誰なんだ。ここはようやく起きたか。1週間、そんなに眠っていたのか。俺は、まあそうだ、俺たちが駆けつけた時お前は半分消し済みになりかけていたんだ。シオンに感謝するんだな。シオンが直してくれたのか。スルドはまだ4人いる。ここで死なれては困るというだけよ。戦いはどうなったんだ。この1週間でレナの抵抗も降伏するか多量に逃げるかしてだいぶ下火になった。カラグリアは解放された。お前がスルド・ビエゾを倒したおかげだ。改めて礼を言う。よくやってくれた。俺はただ必死で。鉄仮面、改めアルフェンか。半分だが顔も取り戻したわけだ。で、何者だったんだ、お前は。俺は分からない。思い出したんじゃないのか。そうか、無理に焦ることはない。
名前が思い出せたんだ。残りもいずれ戻るだろう。これからどうなるんだ。やることはいくらでもある。解放したと言っても俺たちには何もない。何もかも一から始めなきゃならん。だがまずは自分がどれだけのことを成し遂げたのか知るといい。炎の門に行ってその先に広がる世界を見てこい。大勢のダナ人が夢見ながら叶わなかった光景だ。炎の門。ついていくわ。また怪我でもされたら迷惑だから。勝手にしろ。炎の剣の力は期待以上ね。うん。あれだけ強ければもはや属性の相性も問題にならない。問答無用でねじ伏せる圧倒的な力だわ。炎の門の時みたいな芸当は期待しないでくれ。あれは修霊鬼の化け物の力があったからできたんだ。それでもビエゾは倒せたわ。なら他のスルドにも通用するはず。十分よ。どの道これ以上強力だとあなたの体が持たない。ビエゾを倒した後のことを忘れたの？シオンは怖くないのか。あれほどの力を振るうことがいいこと。力は可能性よ。みすみすその可能性を捨てるつもり？分かったよ。切り札なのは確かだしな。自分が消し積みにならない程度にせいぜい暴れてやるさ。